またこんなに散らかしちゃって。彼の名は BJ。悪い宇宙人から地球を守るために文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント。それが MIB ことメインインブラック。17番機兵というのはトライポッドと戦うために作られた。BJ が乗っていたロボット。もうおとなしくしてないと見つかっちゃうよ。ラスト、ゲートへ行きたい。部活もうすぐ終わるからね。ラスト、ゲート。ロッカーに閉じ込めたのは悪いと思うけど、ここしか隠す場所がないのよ。朝説明したじゃない。私の部屋だと弟が勝手に入るから隠れてても見つかっちゃう。学校終わったら一緒になくし物を探してあげるから、ここでいい子にしてて。やつろ、し静かにしてないと MIB に捕まるよ。この辺うろうろしてるんだから。休み時間にも来るから静かにしてるんだよ。というわけだからいい子にしてて。今度は出てきちゃダメだよ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんね。私の部屋はよく弟たちが勝手に入るからな。やっぱり BJ を家には置いとけない。部室には放課後まで誰も来ないし、ロッカーの中ならまず見つからない。その転がってる箱、夏物だよね。ギク。え、なんで。いつもロッカーに入れてるじゃない。見てたのか。何なのそれ、時計。それは秘密。また怪しげな UFO グッズなんでしょう。片付けとかないと先輩に怒られるよ。ふう、危ないな。もう行ったよ。夏の地平の探索。はあ、行こう。分かってるの？見つかったらエリア51で解剖なんだよ。
B だ。君、待ちなさい。しまった。そのカバンの中見せてもらえるかな。な、待つんだ。まだ追ってくる。どうしよう。もしも BJ が見つかりそうなら、素早くダイクバッグに隠す。大丈夫。まずいわ。まずいわ。階段にも黒服がいる。南じゃねえか。尾形君、どうした？黒服の男に追われてるの。なんだ、あいつらに何かされたのか。どうしよう、捕まったら解剖されちゃう。何？む、抜かれちまうってのか。お？服を。宇宙服？そりゃ全部よ。と隅々まで調べられる。な、羨ま、いや、断固許せん。心配すんな。そんな変態行為放っておけるか。お、こら、てめえら許さねえ。思わず手が出てしまった。何なんだこいつは。あっちから来たな。何なのあいつは。こっちに来る。階段にも黒服がいる。今誰かいたぞ。てめえら校舎で何してやがる。ユキちゃん、ちょうどいい。手伝ってくれ。一体どうしたってんだ。逃げ出した怪しい奴がいた。何か隠してるようだ。まだその辺にいる。ここで恩を売っときゃメガネも自由にさせてくれるかな。いいぜ。特務機構の仕事だろ。そのための潜入要員だ。見つけ出すだけでいい。我々が捕らえる。で、どんなやつだ。嘘よ、ユキちゃんが MIB だったなんて。ユキちゃん、Thank you.
ったんですか？ミナミ、また物質が荒らされてる。それに見てろ。な、何を見るんです？こっちで静かに。洗濯カゴだ。うわ、見たか、ミナミ。まずい。これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。彼の名は BJ。 悪い宇宙人、文明の進んだ星から。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。いえ、これ私の。ミナミの目覚まし時計なんですよ。時計？そんなの持ち歩いてんのか？その、これじゃないと時間わかんなくて。劣化すぎない？あれ、その格好で帰るの？ああ、ちょっと急いでて。着いたよ。今度はどこを探すの？セクター1って。太平洋戦争終結の年ね。行ってみよう。アクセスコード承認。セクター指定。あのカビ臭かった旧校舎がすっごい木の香り。
立って間もないんだ。夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。やっと分かってる。ここでは慎重に行動しないと、未来が変わってしまったら大変。40年前ってことは、3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。ちらっと見てきたら、ダメよね。うわ、騎兵、ここにあるの？ドローンの信号を検知した。稼働中の騎兵がある。騎兵、ドローン稼働中。表記は違うけど、ここが私の教室だ。誰か来た。隠れなきゃ。ゴートさん、時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら。どうしてです？ごまかさないで。私分かってた、あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。ゴートさん、待って。忘れてはいけないの。あれが助かる方法よ。ダメ、思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。今のゴート先輩、どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね。そっくりだし。あやめ峠な。え？彼女話してた。あやめ峠って公園のあるとこ？1945年、公園じゃない、離婚。勝手に先に行かないでよ。ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？これが騎兵か。でっかいな。こんな目立つものどうしたらなくすのよ。騎兵は電気装置とリンクしてる。電気してきた。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これが99万機。これ違うの？これ違うの？17番機兵、トライポッドと戦うた BJ が乗っていたロボット。
17番って言ってたね。BJ の仲間はどうなったの？消滅を確認。それって死んだってこと？そうだよ、死んだ。 BJ、 それよりこの機械システム変更されてる。レインを迂回してシステムを構築。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？この世代の技術では不可能。では発生。マルハジマルマル。誰か来る。当時博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も同然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。だのになぜだ。遺憾な。これでは高俊さんのようだ。セクナ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あらば、いや号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。あんな子も戦っているの。今度はこっちから誰か来る。もう。19番、久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか二人目で成功するとは驚きだ。すごいぞ、三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。同時博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除っと。もうここに用はないが、保険をかけておくか。よし、これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。何よ今の子。急いでここから離れ。うん。着いたよ、BJ。あ、誰か来る。BJ、隠れて。データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？きっと変えられた。演技できない。え？帰れないの？在籍完了まで78
ここにいられないよ。未来に帰る他の方法ないの？あるっていうか、ここと異兵だけ。異兵？なんだ今の。また誰か来た。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ隠れているのは。待て。